そんで、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、はい、とあるメーカー担当者さんからです。ありがとうございます。この方も何回か質問いただいてますよね。うん、多分あの前回ね、シダ会の意味かなんかの質問をしてくれて、あの動画結構、そうコメント欄も含めて、こう僕はすごいなんか、一般僕があれ結構こういう風に考えてますって、ゆみちゃんもそういう感じで、でもコメント欄も結構すごかったね、うん、だみんな足高いってでもやっぱ求めとんやなっていう、なんかちょっとショップとしては嬉しかった、うんうん、あなんかでも実際ね動画自体もまあまあ伸びてくれて、まあ本当コメント欄であみんなそうやって考えてるんやっていうのも思って、うん、あれはすごく僕ショップのまあな一社長、端くれ、端くれのショップの端くれの一若造社長がでもちょっと嬉しくなりました。なんか今後もっとああいうイベント試写会とかもしていったらいいなって思ったんで、あの質問本当素晴らしい質問ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、コメントもありがとうございます。ね、本当ありがとうございます。はい、では参ります。たけちゃん、ゆみちゃん、先日は試写会への意見をお答えいただきありがとうございました。たけちゃんの回答とコメント欄を読ませていただいて、試写会は続けるべきなんだなと改めて考えさせられました。ですうん、さて今回の質問は今後のゴルフ業界についてです。重いなコロナ時期に盛り上がった業界も、今はやや下降気味であると思っています、はい、我々メーカーも大変ですがショップ経営も決して楽ではないと思います。たけちゃん的に今後業界は どうなっていくと思いますか。このまましぼんでいくのか、それとももう一回盛り返すのか、そのあたりのご意見をいただけたらありがたいですとのことです。試写会の説明が良かったからって深くない？あ、てか重くない？これもうこの業界の話だったんだけど、でかい。背負ってる背負ってる。スケールがでかいな。うん、俺業界背負ったの。うん、背負ってる。あの二宮金次郎みたいな。背負ってる。はい、わかります。うん、本でも読めるわさかって。あの犬連れとこが最後みたいな。マルチタスク。はい。はいはい、まあこれ今回もなかなかね難しい質問ですね。まあ確かにね、これはもう実際、まあ、僕もちょっとちょっとまあその辺のことを最近、まあもちろん自分のお店のことは大事ですけど、そういう業界のこともやっぱり、まあそんなレベルじゃないですけど、やっぱりそういう流れっていうのを見とかないとやっぱり自分のところの店も持たないんで、はい、そういう見てるんですけど、確かにコロナ禍で一気に広がったゴルフブームも昨年あたりからやっぱ落ち着いてきたように感じます。それはもうどのメーカーさんの担当者に聞いても、実はもうそれはもう正直話したらそんな感じですよね、うん、で今年に入ってからってはどんな状況かっていうと、ゴルフ場の予約は順調らしいですね。ただまあ用品、我らが売ってるゴルフ用品とか、あと練習場もちょっと加工気味っていうのはやっぱりいろんな話聞きます。で実際まあ僕らももう、うん、メーカーさんがね、実際そういった、まあ、こう買われてるメーカーさんがそういった状況ってことは当たり前だから、僕らのようなショップも本当楽じゃないです、うん、でうちの店っていうのはなんとかやっぱりフィッティングっていうのがあるんで予約枠は埋まってるんですけども、ほんま、まあ、最近、まあ、一応社長だって統計も取ってるし、そうするとやっぱり用品などの売り上げ、例えばまあクラブじゃなくフィッティングのクラブとかじゃなくて普通にクラブとか、あとまあキャディバッグとかボストンとか、まあ、いろんな用品があるじゃないですかの、売り上げはまあ明らかにもう下がってます、うん、なんとか今フィッティングで頑張って売り上げはキープしてるような感じですかね、はい、本当今後の業界の予想っていうのは正直盛り返すのはもう難しい、コロナ禍に盛り返すのは難しいと思います。そのコロナでゴルフなら行けたよっていう、まさに今ゆみちゃんが言ってる、僕別に当たり前ですけどアナリストでも何でもないので適当なことは良くないと思うんですけど、まあただこの一応ね社長になってちょうど実はね1年経つんです、うん、で今までちょっと違った視点でやっぱ会社とか、まあ、その業界というよりは今後どうなっていくんかなって読みながらやっぱ新しいことを考えていかないかんので、肌感覚で言うとコロナ禍のような盛り上がりはもうないと思います。今ゆみちゃん言ってくれたように、あの時はたまたま他にできることがないっていう消去法の、少ない選択にゴルフが入ったと思ったんですね、うん、で通常生活に今戻ってますよね。現代においては数ある、何でもできないですか、まあ、旅行も何でもできる数ある多い選択肢の一つに過ぎないんで、やっぱこうなってくると当然、ゴルフを始めてやめてないかもしれないですけど、前よりは他のことができるじゃないですかね、うんうん、だから、まあ、あれが言い方悪いですけど、あの時は異常やったんです、うんうんうん、それをスタンダードだって思ったのは間違ってると僕は思ってます、はい、で、まあ、でこの後の状況っていうと、僕はショップもメーカーも淘汰がす
していくと思うんですよね。これちょっとそりゃそうですよね。だって全体で売り上げ上がってこんってことはメーカーもそうやし、我々ショップも多分まあ必要なとこは残って本当にダメなとこは潰れていくと思うんですよね。うん、でそうなって最終的にまあ残ったショップメーカーさんがまた通常の売り上げをまあ上がることはないにしてもまあヘッドキープできるんかなって思ってまして、私自身はまあ当然その淘汰っていうのが進む中で自分らの会社が生き残れる術ってはやっぱ常に考えてるんですよね。もう本当こんな真面目なこと言いたくないんですけど、でもやっぱりそれは考えとかないと別に楽じゃないもん。なんか皆さんヒッティングしてるからすごいなんか儲かってるでしょって。儲かってるのはライターです。私はライターで儲けてるんです。まあまあそれは冗談ですけどね。だからもう本当このなんでじゃあその生き残るために頑張っててこの動画がやめれないのはもう実はそこなんです。うん、やめたい本音でやめたいです。でもやめれないは何かっていうと、そのフィッティングっていうのはやっぱこの動画を見てくれてる人が来てくれてるんで、うん、でそれでまあね今は本当楽しくこうやってねこうやってお土産持ってきてくれて、それ楽しいんですけど、もう動画やめたいんです本当に。もう本心、皆さんね嘘やと思ってる人います。嘘じゃないです。もう僕直接、ね、本心で言ってますけど、ね。目がマジ。もうこんなことしよる暇ないですよ。ユーチューバーじゃありません。僕はフィッターです。ね、でも私の周りみんなタケちゃんのことをユーチューバーでしょうね。いや僕は今皆さんに率直に言います。クラブフィッター兼ライターで言ってますけど、はいね。まあまあそれもういいですわ、うん、もうそれね。はい、まあそもそも僕がこんな偉そうに業界の未来とか語ってもまあ仕方ない。ですけど、まあ、本当にでも一つ言えることは今は自分のお店守ることに必死なので、まあ、ただ業界としてはそうなっていくんやろうなって時に、まあ、じゃあ例えばお店が閉まっていくんやったらそこに自分は残らないかんっていうのはそれはやっぱその気持ち持ってやらんかったら一応これで社長ですからね。いやほんまにね、お金にこう火灯して明るいだろとかしたいよ社会の方みたいな。あったなそれね、はい、そうそう、もうね、新紙幣手に入れました。多分この動画流れてる時にはもう新紙幣がね、あれですけど、1万円札は資本主義の父と言われる誰だったっけ、誰わかんない、あ、渋沢さんです。渋沢氏ですわ。渋沢氏、はい、もう今後僕はね、渋沢さんのファンなんです。名前忘れてますけど。はい、まあまあでね、ご先が津田さんですかね、津田梅子さん。はい。まあいろいろね、皆さんありますけど、はい、新紙幣、皆さん持ってうちの会社来てください。現金でいてほしい。いやもちろんカードでも OK です。OK です。はい、とにかくうちに落としてください。うちも必死なんです。それでは、とあるメーカー担当者さん、ご参考になりましたでしょうか。はい、それではサンデータケちゃん、じゃあまた来週。はい、新紙幣を持ってうちへ来てください。渋沢さんがいいです。チャンネル登録。高評価でタケちゃん、ユミちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。